ポールフェラーは、イングランド出身のシンガーソングライター、ミュージシャン。同国のパンクロックバンド、ザ・ジャム出身。スタイルカウンシルのフロントマンを経て、ソロとして活動。2006年、ブリッド・アウォーズ厚労省。九死選出、歴史上最も偉大な100人のシンガー第76位。60年代初頭のムーブメント、モッツに大きな影響を受けており、その精神。 流行に左右されず、自分にとってクールなものを追求する姿勢が彼のバックボーンとなっている。その一貫した姿は世代を超えて多くのアーティストに影響を与え、モッドファーザーと呼ばれるなど多大な尊敬を集めている。少年時代はビートルズマニアでスクラップ帳を何冊も作るほどの熱中ぶりであったという。ザジャム時代にセックスピストルズの二代目ベーシストだった。 シュドビシャスをビールビンで殴りつけたことがあり、風貌とは裏腹に荒くれた面もある。息子のナットウェラーは2014年6月にエイベックスから日本デビューしている。1977年にザジャムのボーカリスト、ギタリストとしてデビュー。当時流行のパンク、ニューウェーブの人気バンドとなった。ザジャムは、ポールウェラーの生まれたロンドン郊外、サリー、ウォーキングでビートルズなどのカバーをしていた。 パーティーバンドであった。結成当時は、ポール・ウェラーが、ベース、ブルース・フォークストンとスティーブ・ブルックスが、ギター、リック・バックラーが、ドラムスというフォーピースであったが、スティーブの脱退とともに、ポールがギターを、ブルースがベースを担当するようになる。セックスピストルズのライブにインスパイアされ、バンドは徐々にモータウンなどの R&B を高速で、演奏するスタイルに変化。やがてオリジナル中心となり、 1977年4月29日に、ファーストシングル、インザシティをリリースすると、いきなり、ナショナルチャート入りを果たす。パンクを基調にしたサウンドながら、当時のパンクスとは違い全員がおしゃれなスーツをまとって、演奏するクールなスタイルと、ウェラーのキンクス、スモールフェイセス、ザフーといった、モッツアーティストに追随する姿が受け、モッツリバイバルと呼ばれるブームを巻き起こす。 ジャムは順調にヒットを飛ばして成長を遂げ、1980年3月には10枚目のシングル Going Underground が前衛1位に輝き、前衛ナンバーワンバンドと言われるほど絶大な人気を集めた。ウェラーの音楽志向はその後さらに R&B やファンクをはじめとする黒人音楽に傾倒した展開を見せ、大胆な保温セクションの導入などに、 それが顕著となって現れる。モータウンへのリスペクトをダイレクトにあしらったシングル、悪意という名の街が全英一位を獲得するなどバンドは国民的な人気を維持するが、ウェラーはこの頃から自らの音楽性の変化がもはやジャムでは表現しきれなくなってきたことに限界を感じ始める。結局1982年3月リリースのシックス,スアルバム、 ザ・ギフトを最後にウェーラーは、電撃的にバンドの解散を決意。6年の活動期間を経て、ジャムはその絶頂のうちに幕を下ろすこととなった。最後のギフは1982年12月11日に、モッツの聖地であるブライトンで行われた。より、黒さを追求するウェラーは、ネオ・モッツバンド、マートン・パーカスの、オルガンプレイヤーであったミック・タルボットと共に、ポップス。 ソウルユニット、ザ・スタイル・カウンシルを結成。1983年3月にファーストシングル、スピーク、ライク・ア・チャイルドを発表し、ソウルや R&B の影響が濃い、ブラックコンテンポラリー的なサウンドへのシフトを見せた。高派なイメージだったジャム時代のファンの期待は、裏切ることになったが、今度はよりポップでシャレたイメージで人気を得る。しかしそのイメージとは反対に、 歌詞は当時のサッチャー体制に対して過激なものを多分に含み政治批判をより明確に打ち出していった。非常に実験的、前衛的な楽曲が多くニューウェーブのグループとして認識されることも多い。スタイルカウンシルは1984年のファーストアルバムカフェブリューが高い評価を持って迎えられ、1985年にはセカンドアルバムアワーフェバリットショップ」が 前衛一位となるなど新たな地位を確立していく。また当時バブル経済の真っ只中にあった日本でも時代にマッチしたおしゃれな音楽として受け入れられ人気を博す。しかしその後あまりに音楽性が多様化しすぎてしまったことなどにより方向性を見失い徐々に瞑想を始める。セールス的にも不振に陥り、1989年にはハウス色の強いアルバム、 モダニズムを制作するも所属していたポリドールからリリースを拒否され、半ば自然消滅という寂しい形で解散となってしまった。スタイルカウンシルのメンバーであり、名優であるスティーブ・ホワイトは、ウェラーのソロ転校後もバックバンドの中心として行動を共にし、現在に至るまで常に欠かせない存在となっている。ドイツミュンヘン公演オランダ・アムステルダム公演スタイル。 カウンシル消滅のショックで一時は音楽界から身を引くことも考えたようだが、結局自分には音楽しかないと考え、それまででは考えられなかったような小さなホールやクラブハウスを回るなど再び一から地道な活動を始める。1991年にポールウェラー・ムーブメント名義でソロ最初のシングルイントゥ・トゥ・モローを自主制作レーベルフリーダムハイからリリース。 この時期には、スタイルカウンシル時代には決して演奏することのなかったジャム時代の曲も披露している。日本でもクラブチッタ、川崎などでクラブサーキットを行った。右与曲折を経て1992年、自身の名前を冠したソロファーストアルバム、ポールウェラーを日本のポニーキャニオンから発表。彼自身の音楽に向き合う原点回帰とも呼べる素朴で真の太いサウンドと、 アシットジャズの影響を感じさせる柔軟でノリの良い曲との対比が印象的である。当時彼は英国内ではメインストリームとはほど遠く完全にマイナーアーティスト扱いであったが日本ではスタイルカウンシル時代からのファンが根強く本国よりもヒットした。続く1993年には前作からさらに力強さを増し宣伝された楽曲を揃えたセカンドアルバム。 ワイルドウッドを発表。じわじわとチャートを上昇し、ソロとしての復活を印象づける。この頃から、オーシャンカラーシーンやオアシス、ブラーといった若い世代のアーティストからリスペクトを受けるようになり、結果的にブリッドポップムーブメントの火付け役の一人といえる存在となった。1995年には、ウェラーの本領発揮とも言うべき。 英国的な渋さと先人に対する敬愛の念。さらに当時の音楽シーンからの逆影響をフルに、詰め込んだサードアルバム、スタンリーロードが当時 UK を席巻していたグリッドポップの波にも乗って大ヒット。ソロ転校後初の全英1位に輝くなど、延々チャートに居座り続け、完全復活を果たす。その後も定期的にアルバムをリリースし、 自らの音楽変歴を生かした多様な楽曲を発表。年齢を感じさせない鋭いロックサウンドを前面に押し出したヘビーソウル、アズイズナウや洗練された音が魅力のヒーリオセントリック、イルミネーションの他ボブ・ディラン、トラフィック、ニール・ヤング、ドクター、ジョンなどのルーツミュージックに接近した作品も多数制作しており、その思考は自身初のフルカバーアルバム、 スタジオ150に凝縮されている。2006年のブリッドアウォーズで厚労賞を受賞。未だシーンの最前線で活躍する UK ロック、ソウルを代表する大御所としての地位を完全に確立している。年40を超えてようやく過去の栄光から吹っ切れたのか、近年は今まであまりやりたがらなかったジャム時代の曲も頻繁にパフォーマンスするようになった。年には オアシスのノエル・ギャラガーとゲーム・アーチャーのギタリスト二人組、リトル・バーリー、モトストーン・ローゼーズのアジズ・イブラヒムやシングル、ディス・オールド・タウンで共演していたモトブラーのクレアム・コクソン、お馴染みのスティーブ・クラドックやサイモン・ダインなど、早々たるゲストアーティストを迎えた壮大なコンセプトアルバム、22ドリームスをリリース。前衛初登場1位を獲得し、変わらぬ健在ぶりを見せている。 2014年には、娘のリアウェラーと共にファッションブランドドックスの宣伝ビジュアルモデルに起用された。愛用のギターは、エピフォンカジノ、ニープタイプ、フェンラー、テレキャスター、ギブソン SG、ギブソン J-45、リッケンバッカー330、フフナーベースなど。ありがとうございます。